おはようございます。ゆきちゃんでございます。いかがお過ごしでしょうか。私はですね、先週の金曜日から、大阪のトランクションに行ってまいりました。かなり昨日の夜はもう遅くですね、終電に近い感じで戻ってまいりましたけど、大阪もですね、合計やっぱり12、3名の方がいらしていただいて、とにかく皆さん、喜んでいただいて、本当に嬉しかったですね。お一人お一人の方、皆さん、クラシックに対する思いがですね、やっぱり私の中で受け止めて、でしたらこうですね、と。中でも一人、宝塚の近くにお住まいの方はですね、もうかなり大きな、いわゆるトランクを持ってこられて、実はこれって言って、いろいろね、かなり、ブリオーニのジャケットとかいろんなもの持ってこられて、で、これにね、合わせ方みたいなのがどうしたらいいですかね、みたいな、そういうご相談で、これだったらやっぱりトラウザースはこれ、ネクタイはこれ、もしかしたらシャツはこれ、みたいな形でですね、むしろお手持ちのものに合わせるものとして足りないものが何かというところをですね、ご注文いただくなんていう方もおられましたし、やっぱり思うのはですね、やっぱ色かぶし、色合わせがなかなかやっぱりご自分の中じゃよくわからないっていうところが正直なところかなと思うんですね。ですから、これはいつも何度も申し上げているように、ご自分の色拾いをですね、2色の色なり、もしくはマックス3色の色でどう拾うか。今日、私はですね、これはフォックスブラザーズのスプリングジャケットですね。ちょうどこんな色です。で、このブルーの色と、このウエストコートと、ポケットチーフの色で、ブルーを拾って、あとは、いわゆるクリーム色の、これもヴィンテージのポロシャツですけど、これを着ております。下は申し上げるものでもなく、フォックスブラザーズの、ホワイトフランネル。これを履いております。はい。こんなことでですね、やっぱり色合わせを皆さんとお一人お一人と、その方の体型とか顔の大きさとか、また目力みたいなものもありますし、やっぱりこの人だったらこれかな、みたいな。ダブルブレストをお勧めした方もいらっしゃいますし、やっぱり、8ボタンのダブルブレストぜひ着たいよな、なんていうような方もおられます。で、今日は本来はですね、偉人シリーズをやるつもりでいたんですけど、ちょっと準備不足で、また水曜日に申し上げようかなと思いますけど、まだまだね、偉人シリーズはやらせていただきたい方、辰巳よしこ先生であるとか、塩野七海さんであるとか、もしくは、お花の大家でいらっしゃる、牧野富太郎さんだとか、池波正太郎さんであるとか、また私が出た学校のですね、桑沢洋子さんという、もう大偉人ですね。私にとってはもう偉人としか思えない方であるとか、まだまだ多くいらっしゃいます。で、これは私事ですけど、私の母の兄である、おじさんですよね。清水育太郎と言いますが、清水のおじのことも、またこの偉人シリーズの中ではお話ししていきたいなというふうに思っています。2月の16のフォックスブラザーズ。もう、続々とこういう、紙袋にですね、もう新しいその企画のものがどん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 入ってくるんでね。2月16から27日まで、約2週間かけてですね、また皆さんも、ぜひ、お時間があれば、ポイントを頂戴できればと思っております。はい。それでは、水曜日、また今度、偉人シリーズやりますんで、乞うご期待というところで、よろしくお願いいたします。それでは、チャオチャオ、ボナジョルナータチャオ。